まあ、この人は今までね、嘘とかついてきましたから。だからちょっと、こんな証言も信用性はない、と踏んで、現場を見た瞬間から大トロが犯人だと感じた。殺害しなければならなかった。つまりじゃあ大トロさんは、そういうことをやろうとしてるってことをしてたってことか、藤見野さんが。アリバイがないのは確かにそう。ボタンやナイフ。少なくともナイフは決定的とは言えないはずです。ナイフについていた指紋は偽装の可能性がある。じゃあボタンの方はどうなのでしょうか。ボタン？現場の状況から被害者と犯人が争ったのは明白です。まあでもだからそもそもさ、夏美さんの写真の、これはまあじゃあどうなるっていう話ですけどね。これじゃねえや。これね。まあ、明らかに大トロさんじゃないでしょ、これは。あなたが来てたんでしょ？それを踏まえた上であなたは、それも自分じゃなかったって言いたいんですか？争ったのは明白です。その最中に犯人は忍者なんじゃの衣装からボタンをむしり取った。むしり取った、これのことですな。そのボタン、大トロの袴から発見されたのでしょう。はい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 。決定的な証拠だと思いますけど。またまたやり込められましたね、弁護に。とにかく、ナイフは証拠になりません。証言を修正してください。素直に負けを認められない男性。もうここだった気がする。なんか俺前回やった時もさ、この辺、すげえ悩んでたような。よかった、千尋さんは僕を見てくれているぞ。冷ややかな目で。それでも安心する。では、証人、証言を修正してください。あのボタンは大トロが被害者と格闘中にむしり取ったものです。被害者と格闘中にむしり取った。いや、そういうことではないですよね。さっき解剖記録見た時にも確認しときましたけど、マフラーで絞殺した後にナイフで刺されたんですよ。つまり、マフラーで絞殺してるときはまだ血は出てないから、その時に、藤野さんが生きてるときに、むしり取ったわけじゃないんですよね。死んだ後にナイフ刺して、で、それで血が垂れて、そこからボタンを取ったんですよ。つまり、殺害後の話、むしり取られたのはね。だからやっぱあの証拠はおかしいんだよな。これは被害者の解剖記録です。あのボタンも、あのナイフも、なんかおかしいんですよ。辻褄が合わないというか。ここにはっきり書かれています。死因はマフラーで絞殺と。絞殺、そうですよ。被害者にナイフが刺されたのはすでに死んだ後だったのです。それがどうかしましたか？だから、格闘中に、まあ、確かに、ボタンが取れるって、それは格闘中だろうなって想像つくけど、ただ、そうだとしたら、血がついてるはずがないんですよ。まだその時は、血なんて垂れてないからね。さて、このボタンには被害者の血がついてますね。ということは、こいつが衣装からむしり取られたのは、ナイフで刺された後ということになる。その通り。つまり、わざわざ自分に疑いがかかるようなボタンを、殿様は、むしり取ってきたわけですよ。不自然ですね。このボタンが格闘者にむしり取られたはずがない。その時、被害者はすでに、絞殺されていたんですからね。ミスりましたね、キリオさん。これはあなたの仕業なんでしょう？そうなんですよ、キリオさん。格闘中にこのボタンがむしり取れるはずがないんです。ボタンは死体から無理やり引きちぎられたんです。わざわざね、疑いがかかるように。静粛に静粛に。これはだんだん見えてきましたね。あのナイフもあのボタンも。どういうことだ弁護人。
そのボタンが被害者の死後むしり取られたからといって何が変わるというのだ。では一つ尋ねようか、水木健二。ボタンは何のために引きちぎられたんだろう。あれは偶然ついちゃったっていう感じだったでしょ、今まで。偶然ついちゃったんだったらまだわかる。わざわざ引きちぎるってさ、それは自分に疑いがかかるようにするためですか。何のためだって。ボタンは格闘中に引きちぎられたのではない。犯人はわざわざこいつを死体からむしり取ったわけだ。ナイフ刺した後にね。そこには当然、目的があったはずだろ。弁護人、あなたには。あなたには分かるのですか、犯人の目的が。まあ、その辺はもうさ、お察しですよ。もう罪着せるためでしょ、そんなもん。現にそれで疑われてるわけですから、大トロさんは。考えられる目的はただ一つ。もちろん大トロさんに罪を着せるためです。むしったボタンを自分の袴に挟む犯人はいません。そう、大トロさんは罠にはめられたのです。真犯人によって。神谷さん、いい加減本当のこと言ってくださいよ。その真犯人とは、一体誰なんですか？ついに、ここまでこぎつけることができたか。なるほどくん、最後まで気を抜かないでね。いや、これはもうさ、明らかに神谷キリオさんでしょってなるけど、まあ、だってね、それが可能だったのは神谷キリオさんしかいませんからね。あなたを藤見の勲殺害の犯人として告発します。なんですってあなたが本当のこと言わないから。正式に正式に正式に。なるほどくん、これは重大なことです。何か証拠でも。何か。いや、今まで話をしてきたじゃないですか。この法廷は何のためにあったんですか。あからさまでしょう、これは。すべての証拠は彼女、神谷キリオを示している。そんな私、はったり、そんなはったり私には通用しないわ。はったりかどうか、試してみましょうか。じゃあ、このナイフは。ナイフは被害者がマフラーで絞殺された後刺されました。まあ、その時点でちょっと不自然だったんですよね。なぜわざわざ刺したのか。その自分の大トロさんだったとしたら、自分の指紋がべっとりついたであろう。それでなぜ刺したのか。もちろん大トロさんに疑いがかかるようにするためです。彼の指紋がついたナイフは控え室にあった。一緒に食事していたあなたなら、それをくすめることも可能だったでしょうしね。それを知っていたのは一緒に食事をしたあなただ。さあどうですか、何個あるんですか、メガネ。じゃあこの袴から見つかったボタンはどうなんですか。そのボタンは被害者の死後むしり取られた。今話をしたばかりでしょう。もう忘れたんですか、神谷キリオさん。そんなことができるのは犯人か発見者しかいません。しかし、もし大トロさんが犯人なら自分の袴にわざわざ挟むはずがない。ぐっ、まったくあなたは余計なことをしましたね。あのボタンを大トロさんの袴に挟むことができたのは、あなたがやった余計なことが、よりあなたを犯人としてね、より疑いを強くさせている。昼寝している彼を起こした人間、やはりあなたです。なるほど。では空のギターケースは、それこそ彼女の有罪をたらしめる、証明する決定的な証拠です。犯人は顔を見られずに現場から逃げるために着ぐるみを使った。ケースの中に着ぐるみがあるのを知っていた人物は、先ほど自分で言いましたね、神谷さん、あなたですよ。なんかエロいな。被害者自身とそれを用意した人物だけ。その人物は神谷キリオさん、あなたです。 いや私は。しかしギターケースに彼女の指紋はなかった。彼女が、証人が手袋をしていなかったのは貴様が立証したはずだ。確かにそうです。まあ、ここなんだよな。だからさ、衣装があったわけじゃん。
衣装があったから、その衣装ってさ、殿様の衣装だから手袋もするじゃないですか。だからそれで結局つかなかったっていうことか、まあまあ普通に神谷さんがその指紋を拭き取ったかっていうこともあるでしょうし、まあだから指紋がないのも証拠なんだよ。普通だったら指紋残るじゃん。桐生さんがケースに指紋を残すはずがない。ケースに触ったことがバレれば、そうですよ、わざわざ指紋を拭き取ったわけですよ、あなたは。その理由を聞かれることになる。タオルか何かを使って指紋が残らないようにしたのでしょう。しかしトマトジュースは違う。桐生さんはグラスにわざと指紋を残すことで動揺した発見者のふりをしたのです。まあそれも裏目に出ましたけどね。そしてさらにこの写真がある。現場から立ち去る犯人の姿が写ってます。この殿様が大殿さんのはずがない。なねえ、背丈が合ってませんから。背が低すぎますからね。そういえば桐生さん、あなたも背は小さな方でしたね。もうやめて。さあどうですか桐生さん、だんだんかわいそうに見えてきたな。今度こそ決まりだ。証人？証言を拒否します。なんですって。この国の法律では、自分の不利になるかもしれない証言は、拒否できるはずです。でも逆にそんなことしたらさ、より疑いが強くなりますよ。それを言わないってことは、つまり、あなただっていうことを認めてることと同義じゃないか。確かに証人の言う通りです。証言することで自分を罪に陥れてしまう場合のみ、証人は証言を拒否する権利があります。なんですって。いやでもってことは認めてるようなもんじゃないか。証言の拒否、素人の発想じゃない。あ、そういえば昨日大トロさんの控え室、あ、これはメイさんの入れ知恵か。神谷キリオ。はい。さっきの話、真剣に考えておくことね。このことだったのか。ええ。そっか、これはどういうつもりでメイさんは言ったんでしょうね。あの時だ。あの時彼はメイが入れ知恵したんだ。危なくなったら証言を拒否しろと。なるほどくん、あなたの立証は見事だった。でも一つだけ足りないものがある。足りないもの、なんですか。どうした弁護人、もうデジタルの種は切れたのかな。決定的な証拠パターンね、これね。決定的な証拠はないじゃないかと。まあ、証言を拒否するってことはそこから新たな情報が手に入らないから、そうだね、もう証拠を相手に認めさせることは今できなくなっちゃったから、決定的証拠を出さなきゃいけないと。どういうことですか光検事。裁判長ならお分かりだろう。ただいまの弁護人の立証など何の意味もないこと。そうか、そうきたか。なんだと。貴様の立証は全て状況証拠ばかりだ。状況証拠、彼女が藤見の功を殺害したという決定的な証拠、そんなもの一つもないではないか。まあそうなんのかな。証人、あなたは藤見の功さんを、そうだね、殺したっていう、そこに繋がるものはないな。自分を罪に陥れる可能性を根拠に証言を拒否します。しかし証人、それでは罪を認めるのと一緒ですよ。でも立証されたわけではありません。私の言う罪が何を指すのかすらあなた方にはわからない。千尋さん、どうすれば。どうやらここへ来て最悪の事態ね。何かあったっけ、こっからどうなるんだっけな。ここで一つの決断を下さなければならないようです。神谷キリオ、彼女は証言を拒否しました。しかし、検察側の主張通り、彼女が殺人を犯したという、直接的な証拠は存在しない。
なんですって。この場合、私にできることは一つしかありません。おいおい、これ、まずいんじゃないか。それは、審理の延期です。延期はダメなんですよ、裁判長。え、延期？検察側は弁護側にさらなる調査を要請します。そしてまた、明日の審理で、何を言うようなことを。明日？まずい。僕たちに明日はないんだ。今日中に無罪判決をもぎ取らなければ。合意に行くしかない。待ってください。それじゃあ、遅すぎる。審理をお願いです。続けてください。何を焦っている？三剣さんは知らないからな。こちらの状況。貴様の依頼人の命が一日長らえたではないか。問題はそこじゃない。三剣、君にも犯人は分かっているはず。頼む。審理を続けてくれ。どうするか。どうするんでしょうね、三剣さんは。判決を申し越すことで。あの子の命が。ちょっと言ったね。なるほどさ。でもこれで三剣さんの目の色が変わった。この証人が証言に応じない以上、審理の続行は不可能です。それでは本日はこれで。いや、三剣さんはね、すごい、こっちを組んでくれるんだよな、ここら辺から。審理を続けることは不可能ではない。察した、三剣さんが。何か様子がおかしいとなるほどさんの。三剣検事、一体、自らを罪に落とす証言を拒否することができる。それならば、その罪と関係のない証言は拒否することはできない。それはその通りですが、実は一つ気になっていることがある。証人。死体を発見したとき、証人はグラスにジュースを注いでいる。それが何か。私にはどうも不自然に感じるのだ。普通死体を見つけたらそんな余裕などないはずだ。まあまあそうですけどね。まあ今更っちゃ今更だけど。不自然に。でもあれは。待ちたまえ。理由があったのならば証言していただきたい。証言。裁判長、証人が死体を発見した時のことを。ありがとう、三剣さん。もう一度証言させていただきたい。これで審理は終わらない。これはいかなる意味においても、罪に陥れる可能性はない。可能性はないが、ふむ。今日の三剣検事、全く読めないよ。私たちの味方なのか、それとも敵なのか。いや、味方ですよ。あの流れは完全にこっちを組んでくれたでしょう。検察側の要請を認めます。証人は証言をお願いします。なんとか繋ぎましたね。繋いでくれましたね。あのジュース、自分のために用意したわけじゃないんです。あの部屋に入った時、部屋が荒らされていてびっくりしました。そしてあの人、不死身のが部屋の隅でぐったりしていて、それを見てまさか死んでるなんてって思わなかったんですよ。死んでるとは思わなかった。てっきり気絶していると思ったの。それで彼のためにジュースを。これってさ、はい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 、まさか死んでるなんてって思わなかったって言ってるけど、実際現場写真見たらさ、がっつりナイフが刺さってるわけじゃん。これは気絶なんて思わないよね。そんな気絶してるんだなぁと思って、彼のために、トマトジュースを注ぐっていうのはさ、このナイフが刺さってる現状を見てさ、そうはならないですよね。彼が死んでることが分かって花瓶を割ってしまったんです。ついに捕らえたな。ふん、あのグラスは被害者のために用意したと。なぜさっきはそう証言しなかったのですか。こんな細かいことは必要ないと思ったので。なるほどくん、これは最後のチャンスよ。この証言に問題がなければ今度こそ、
わかりました。三剣さんのおかげで、なんとか、つなげていきそうですよ、これは。次へと。自分のために用意したわけじゃない。あの部屋に入った時、部屋が荒らされててびっくりして、不死身のが部屋の隅でぐったりしてて、それを見てまさか死んでるなんて思わなかったんですよ。まさか死んでるなんて。気絶してるって思った。で、ジュースを。ちゃんちゃらおかしいね。この、ナイフが、がっつり刺さって血がダラーンってなってるこの状況を見て。それは天然にも程がありませんか、それは。死んでるとは思わなかった。ええ、だって。この光景を目撃したのにですか。あ、どういうことですか。見ての通りです。イサオさんの胸にはナイフが突き立っていたんですよ。誰がどう見たって立派な死体です。ミスりましたね、あなた。あ、それはその、そういうことなんですよ。でもこれが真実に繋がってるんですよね。なぜキリオさんがそう思わなかったのか。これを見て気絶していると勘違いして。のんきに飲み物を作る人間などいるわけがありません。ナイフのことは、あなたが関わってるんでしょ、キリオさん。今の証言、全くのデタラメです。そして今の決定的な嘘こそが、あなたが犯人であるという何よりの証拠なのです。どうやら今度こそ、すべてがはっきりしたようですな。やはり大トロ慎吾さんは無実だった。そんなはずはない。間違ってる。そう。商人。私じゃない。私はやってないわ。キリオさんのこの感じ、嫌な予感しますね。大トロよ、あいつが殺したのよ。しかしあなたは先ほどから証言を拒否している。自分を罪に陥れるという理由で。それは、証人に最後にもう一度だけチャンスを与えます。キリオさん、あなたの罪とは一体何ですか？ここではっきり言わなかったらもうあなたがやったってことになりますよ。証言を拒否します。拒否したらもう認めることになっちゃう。これ以上真理の必要は認めません。大トロ信号の無実ははっきり証明されました。いいんですか？むしろ。終わったのか？これで僕たちは真相にたどり着いたのか？どうしたの、ナルト君。なんかしっくり来ないっすよね。そうなんですよ。これ、まだ全てが明らかになったわけではないんですよ。いつもなら真犯人はみんな自分の罪を認めています。考えてみれば今回が、初めてです。罪を認めなかった犯人は。そういうことなんだよ、なるほどくん。真実とは何なのかってことなんだよ。本当にこの人がやったのか。本当に大トロさんは無実なのか。それが今回ので本当にはっきりしたのか。それでは大トロ慎吾に判決を言い渡したいと思います。三剣さんには、まだ言うべきことがあるみたいだ。裁判長、この時点で判決を下すことはできない。なんですって。理由は簡単だ。この証人はまだ本当のことを証言していない。まあ確かに、まだね、全てを言ってるわけじゃないですもんね。拒否してるから証言をさ。一体それはどういう。証人まだわからないのか。え、誰が貴様に入れ知恵したのかは知らん。しかし、貴様が沈黙を守れば、大トロ信号は無罪だ。そしてその代わりに、貴様が真犯人としてその罪を切ることになるのだぞ。もし違うと言うのなら、嘘よ。私そんなの信じないわ。なんだと？だって、言われたから。私が喋ったら。この人は依存体質なんでしたっけ？そっか。カルマ命に依存してるんだ、今は。全部おしまいだって。大トロを有罪にできないって。
何を言い出すんだ。私、喋れない。怖いから。カルマケンジだよ。逆に、まあ、カルマさん的にはこういう流れは想定してなかったんだろうけど、覚えてるでしょう、なるほどくん。あの証人は常に誰かの言うことを盲信して生きている。自分自身というものを持つことができないから。今はメイさんに盲信してるということか。じゃあ彼女は今、メイさんに言われたことを守らなければならないって、そういうふうに信じてんだ。昨日あの証人はカルマ検事から絶対的な命令を受けた。何があっても証言するな。そうすればオートロは有罪になる。まあ、そこまでのことになるとは、メイさんは多分想定してなかっただろうけど。彼女は今それを信じている。心の底からそれだけを。どうすればいい？こんな状況初めてだぞ。まあ、このままね、終われば、こちらの、まあ、勝ちというか、まあ、無実はね、立証できますけど、彼女、神谷桐生が真犯人のはずだろ？あとは判決を、無罪判決を待つだけ、それだけのはず。私じゃない。私は殺してないわ。ここまで、言うなんて、助けてお願い。誰か。弁護人。はい。このままでは収拾がつきません。あなたの考えを聞きましょう。僕の考え、どうすればいいんだ。これさ、あれだね、大逆転裁判のさ、メグンダルさんの時の、なんか質問もこんなのあったね。なるほど、もう一度よく考えるんだ。この証人が何をしたか、そして何をしなかったか、あなたの考えを聞きましょうと。この事件の真犯人は誰なのか。真犯人は決まってる。そこで泣いてる女しかいない。そうだろう、本当にそうなのか。さあ、貴様の結論はどうなんだ。無罪判決を要求する。企業に証言を強要する。これ前回やった時はどっちを選んだんだろうな、俺は。証言を強要しましょう。何かがおかしい。教授に無罪判決を貸してる。僕にはそれしかない。しかし、納得できない。桐生さんのあの表情。証人、一体あなたは何を隠してるんですか。弁護人、あなたは何を。大太郎さんは無罪判決を受ける。なぜならあなたが真犯人だから。それでこの法廷は終わろうとしているんですよ。嘘よ、そんな私を騙すつもりね。どっちなんだ、あなたの本心を言ってくれ。あなたの言いたいことはここで言わないともう終わりだぞ。もうよろしい。水剣賢治、あなたはよくやったと思います。しかし弁護人が言う通り、真実は明らかです。違うわ。やむを得ないな。あ、なんだ。俺だけはやりたくなかったのだから。何ですか、ミツル検事。証人、貴様がどうしても証言しないというのならば、その理由をこの法廷中に。あー、はい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 、そうだ、あの自殺未遂の件ね。あれ言ってほしくないって言ってたもんね、キリオさん。その理由をこの法廷中に暴露するしかないな。言われたくないんでしょ。じゃあ言いなさいよと。やめて。どういうことですか、水塗検事。そこの証人はある種病気と言っていいな。あ、これ言うぞ、このままだと。彼女はその病気ゆえに自殺を企てたこともある。やめてください。隠そうとしても無駄だ。ここにその証拠がある。あ、それはこれをみんなに見てもらえますか。あれは2通の自殺報告書。さあどうする、証人。これから神谷桐生という情けない人間の本性。かなり強引な方法だな、これはな。私は全てぶちまける。依存という秘密。彼女はそれを知られるの
何より恐れているんだ。お願いやめて。そんなことをしたら、そんなことをされたら、私は。さあどうするかと。証人が死を選ぼうと私の知ったことではない。まあまあこれ本心じゃないだろうけど。三剣なんてこと。しかし貴様が死ぬ前、私は必ず貴様の口から真実を引きずり出す。どんな手段を使っても、これが私のやり方だと。さあどうするのだ。私はどっちでも構わないのだぞ。これやるぞ三剣さん。桐生さん、は、話します。だから助けてください。もう何もわからない。話し出したね、神谷さん。彼を見たとき気絶していると思った。本当です。彼が死んでいると分かって、ふと計画を思いついたんです。廊下に人影がないのを確かめて、一旦楽屋に戻ったわ。そしてナイフを死体に刺して、ボタンをむしり取った。なるほど。そういうことか。疑われるように仕組んだのは、あなただったんですね。大トロさんが疑われるように仕組んだのは。すべてが終わって帰ろうとしたら、困ったことになった。それで、殿様の着ぐるみを使わせてもらったの。困ったこと？死体にナイフを、一体なぜ？決まってるでしょう。罪を着せるためです。そこの卑怯な男に。卑怯な男？なんということでしょう。これがあなたの本性か。まあ、本性というか本音か。少し手間取ってしまったが。そっかそっか。これこそが真実だ。真犯人は大トロよ。汚い男、許せない。あなたは殺したわけではなく、ナイフ刺して、ボタンをむしり取っただけだと。今度こそ、罪を償わせてやるの。なんだそれは。どういうことを言ってるんだそれは。今度こそ、何のこと言ってるんですかね。我々の知らない情報だ。彼女は不死身のエサオの胸にナイフを刺した。しかしそれは殺害するためではなかった。大トロ慎吾の罪を暴くため。それこそが彼女の罪だったのだ。なるほどね。だから、要するに神谷さんがやろうとしてたのは、やろうとしてたというか、神谷さんが恨んでたのは大トロの方だったと。まさかそんなはずはない。神谷桐生こそが犯人のはずじゃなかったのか。では弁護人、尋問をお願いします。まあ、何のことかわからないが、大トロに罪を償わせるために、あえて大トロが疑う、大トロに疑いがかかるようにしたと。気絶してると思ったのは本当だと。でも部屋は荒らされていて、明らかに格闘の跡だった。亡くなっているのが分からなかった。本当ですか？彼、マフラーで首を絞められたんですよね。マフラーは忍者乱者の衣装でした。だから、まあ、違和感はなかったと。おかしいとは思わなかったんです。それに、顔もうつむいていてよく見えなかった。だから私、起こそうと思ってジュースを。これは全部本当のこと言ってんだよね。神谷さんは。彼が死んでると分かって、ふと計画を思いついた。大トロに疑いを向かわせる。計画というのは、犯人は大トロだとすぐに分かりました。大トロさんがやったって思ったんだ。神谷さんはあくまでも。地味のは彼の決定的な弱みを発表していたから。発表しようとしていたから。そんな状況で藤見野さんが死んだから、ああなるほど、大トロさんがやったんだなと思ったわけですね。だから先手を打って口を塞いだんだって。大トロの罪を立証するような証拠を作り出そう、そう思ったんです。それがあのボタンやナイフだったわけか。まず頭に浮かんだのがナイフでした。廊下に人影がないのを確かめて、一旦楽屋に戻ったわ。それはナイフを取りに行くために。
食事で使ったナイフには大トロの指紋がついていました。あれを使えば警察は必ず彼に目をつけるはずだって。なるほどなるほど。大トロは着ぐるみのまま寝ていました。私はそっとナイフを取って現場に戻ったんです。そしてナイフを死体に刺してボタンをむしり取った。あのナイフはあなたが刺したんですか？今考えるとゾッとします。なんてひどいことって。でもあの時は体が勝手に動いたんです。ナイフを刺した時にふと気がつきました。ボタンを使えば大トロにもっと疑いをかけることができる。ボタンをむしり取って被告人の墓場に挟んだというわけか。ええ、そうするつもりでした。でもそう簡単にはいかなかったんです。全てが終わって帰ろうとしたら困ったことになった。困ったこと。廊下にはカメラを構えた女性がうろうろしていたんです。夏美さん、夏美さんだな。光線銃を構えた女性もおばちゃんですね。しかも神谷さんが出てくるのを待ってたようなもんですからね、おばちゃんは。私、週刊誌にスクープされていましたから、そのまま出ていくことはできなかったんです。で、殿様の衣装を使ったと。その着ぐるみはあなたが用意したんですね。ええ、エイト撮影所から持ち出して授賞式の前日彼のギターケースにしまったんです。記者会見のために。藤見はその着ぐるみを使って記者会見をするつもりでした。そして大トロの秘密を暴露するつもりだったんです。秘密というの？それは本当に知らない。私は知りません。とにかく私が殿様の姿で控室を出れば。でもあなたも何か知ってそうだね。犯人は大トロと印象付けることができる、そう思った。少なくともあなたは大トロさんに何か恨みがあるわけでしょう。ギターケースを開けるとき指紋には注意しました。着ぐるみのことは絶対気づかれたくなかったから。それがあなたの知ってる真実か。もう結構です。あなたは控室に帰り、死体からむしり取ってきたボタンを、大トロの袴に、挟みました。その後、着ぐるみを畳んで、バッグにしまって、ホテルを抜け出して、始末したんです。なんということでしょう。まあ、すごいことは分かったけど、でも、つまり、キリオさんがやったわけではないと、ミツルギと言いましたね、ケンジさん。犯人は、あの男、大トロです。昨日私、女の検事さんに言われたんです。カルマ名か。私がしたこと、絶対に喋っちゃダメだって。そうしたら必ず、大トロを有罪にしてやるって。なるほど、このことをメイさんは、知ってた上で、言わせないようにしてたのか。私、それを信じるしか、なかったんです。ってことはじゃあ、誰がやったんだ？この証人がしたことは、明らかに法律に反しています。しかし、その証言を崩すことができない以上、この証人が犯人であるとは断定できません。この結末はやばい。待ってください。弁護側はまだ。なるほど。そうだね、もうここまで来ちゃったら。無理だ。神谷桐生を告発するのは現時点では不可能だ。その通りです。殺人を立証する証拠は一つもないと言わざるを得ない。審理は終了します。証人の犯行は立証できなかった。諦めなさい、弁護人。しかし、三鶴健二、神谷桐生の身柄を拘束しておくように。心得た。早速留置の手配を。それでは本日はこれにて閉廷。無実を立証できなかった。審理が終了した。あの、殺し屋との約束、無罪判決を勝ち取ることができないまま。証人、ちょっとよろしいだろうか。水木？
なんでしょうか？あ、これね。そうだそうだ。退廷する前に一つだけ伺いたい。さっきから気になっていたのだが、その手に持ってるカード。それは一体。はるみちゃんもね、一回、聞いたけども。あ、これですか。弁護士さんにも聞かれましたね。私にも覚えがなかったんですけど、ついさっき思い出しました。あの日、控え室で拾ったんです。あの日？控え室？ええ。不死身の死体を発見したときに、死体のすぐそばに置いてあったんです、このカードが。死体のそばにそのカードが？つい無意識のうちにポケットにしまったみたいです。でも関係ないでしょ？こんなカード。まあそうだな。変なカードだけど、事件の手がかりには、めちゃめちゃあるんですよ、これは。証人、そのカードを、こちらに渡すのだ、早く。三月、そのカードはある人物を指してるんですよね。貴様は何というバカなことをしてくれたのだ。こいつを、今まで私の目から隠しておくなんて。そんなつもりは私、どうしたのかしら。あんなに感情的な三月、見たことがないぞ。これは一体、あのカード、一体何なんだ？ここで終わんのか。いやー、ちょっとどうなるんでしょうかね。っていう感じで、まあ、次回、続きます。